ケトジェニックとローファットなら医学的にどちらのダイエット方が推奨されますか？ケトジェニック、いわゆる低糖質ダイエットっていうのはもともとダイエット法っていうか糖尿病の人の治療食っていう形で開発されてるんだよね。ダイエットとして応用できるっていう形で今こうやって発揮していると思うけども、どちらの方がいいかっていうのは一長一短あると思いますけど、なんかよく見るのはそのケトジニックしばらくやった後ローファットやったりとか、ローファットやってからケトジニックやったりっていう形でこう交互にやるっていうようなことをしてる人が多いのかなっていうイメージがあります。なんでどちらがいいかっていうか、どちらも一長一短があるんじゃないかなっていうふうなのが僕の意見です。ケトジニックやると炭水化物を取らなくなるんで、そうすると食物繊維も取らなくなるんですよ、必然と。そうするとちょっと便秘になりやすかったりすると思います。あといわゆる体がケトン体を作ることによって脂質をエネルギーにするような回路になっていくので、その時に体調不良を訴えたりする人が多いので、ケトジニックやると体調悪くなったりとかする人がまあ一定数出るのかなというイメージはありますよ。まあ、ただ短時間で体重がガツッと落ちるっていうふうには言われているので、そのあたりの兼ね合いですね。どっちがいいかっていうのはまあご自身の体調だったりとか食生活で決めていっていいんじゃないかなと思います。2016年ぐらいかの論文で、そのケトジェニックをやった人の予後ですねはどうだったかっていうのが出てるんですけど、一応3週間以上続けると認知症のリスクが上がるっていう風なデータが出てるみたいです。あとは食物繊維取らないで肉ばっかり食べるから大腸がんになりやすいっていうようなデータがあります。あとは脂質をメインに取るので心疾患大腸がんのリスクが上がるっていう風に言われてましたね。